崎チャンネルこちクライマックスシリーズ明日からクライマックスシリーズがね、行われるというところで、今日はですね、前日のクライマックスシリーズを想定してですね、皆さんにどういうクライマックスシリーズが行われるのか、キーマンは誰なのか、どういう戦い方がいいのかっていうところでね、先輩で。 お伝えしたいと思います。クライマックスシリーズ展望というところで、ね、まず、えー、パリーグから行きましょう、えー。2位ソフトバンク最先部というところでね。こちらですね、えー。今年の直接対決はソフトバンクの14勝。 西部の10勝、1分けというところでね、ソードバンクが4勝貯金を作って1年間終わりましたけども、まあ、このチームのね、え、両先発はもうほぼ公表されてるんですけど、まあ、ソードバンクは千賀、東山、石川の順番、で、西部は高橋、今井、そして松本の順番で投げるんじゃないのかっていうところをね、辻監督もね、まあ、そういうふうな匂わせの発言、メディアにね、出てましたけども、その中で、どういうふうな対戦成績で、どういうふうな今年ね、1年間戦っ ってきたのかっていうところを結果としてね、えー、読み解きながら、えー、どういう戦い方がいいのかっていうところを考えていきたいと思いますけどもですね、えー、まずは3位の西武から先発ね、えー、高橋コーナー今年12勝8敗防御率2.20っていうところでね戦って、えー、きましたけどもですね、えー、なんとですね対、えー、ソフトバンクには2勝2敗4回先発して2勝2敗そして9月が3回というんで,で防御率2.52と まあまあ、そこまで悪くないかなっていうところはあるんですけども、なんと、対パリーグの他の全球団ね、えー、5球団投げた中で、対ソフトバンクに対して、被打率2割9分3厘、これはですね、えー、各パリーグ対戦チームの中では、ワースト。えー、そして、脱三振はでも8.28と、トップ。 というところでね、三振は取るけども、ヒットも結構打たれてるっていうところがね、だからここはソードバンクはですね、どこまで三振を低めのフォークとか、えー、高めのストレート、ボール球、ここのボール球をどこまで見極めれて勝負できてるいけるかがポイントだね。やっぱ三振が多くなるってことは、高橋コーナーの価値が近づいてくるし、こう三振をしっかりね、 少なくできれば、ね、左手的に2割9分3厘、ソードバンクからすると2割9分3厘ね、高橋コーナーを打ってるっていうところは、得点に結びつけられるんじゃないのかなと。 続いて今井ね、今年5勝1敗、2.41と。まあ、ちょっとね、怪我もあって1年間通してローテーション組めませんでしたけども、対ソフトバンクに対しては1先発、1勝0敗、防御率3点というところで、まあ、今年ちょっと1年間のね、データが少ないんで、まあ、でも最終ね、当番の若干フォームをね、変えて右手がコンパクトになることによっての請求力アップっていうところと、それに伴ってね、コンパクトになっても球の力、スピードっていうところが落ちてないっていうところを考えれば、まあ、非常に楽しみなピッチング。やはりま、今井のピッチングの弱点というところになると、 まあボール先行して、フォアボールがかさむ。それによって甘いところになる。それを通打されるっていうところがね、悪い方に出てくるんで、そういうね、請求ストライク先行で勝負できるのか、それは多少甘くなってもいいから、ストライク先行で勝負できるのか、フォアボールが少なく済むのか、ここがね、やっぱり一つのパロメーターじゃないのかなと思います。で、第3先発ね、松本。今年7勝6敗、防御率3.19ね。で、ソートバンクに対しては4先発、2勝1敗、2.77の防御率。で、3クオリティスタート。だから数字的にはね、まずまずっていうね、悪くない 数字を残してるんでまあでもね、やっぱこれ1、1勝2勝でね、やっぱ2連勝でいかないと次のね、えー、ファイナルが厳しくなるっていうところを考えたら、まあ高橋今井でね、攻めたいところだけども、若干高橋に至ってはね、左利つもある、まあいいところもあるけどもね、そこがどうなるのかっていうピッチングね、まあ今井松本はね、やっぱストライク先行で勝負できて、フォアボールをね、無駄なランナー出さないかっていうところがポイントになってくるから、まあそこがピッチングスタッフとしての、まあポイントかなと、え思います。で、西武ね、ついで打線で考えると、なんとですね、山川が今年ね、対ソフトバンク に対してですね打率3割2分9厘と、パ・リーグの中でダントツトップ。で、7本塁打。こちらは1位が8本あるんで、まあ、ほぼほぼトップ。で、えー、20打点。四死球15。出塁率4割5分6厘。で、OPS が1.113。あの、で、得点圏打率が4割1分2厘と、ホームランは2位だけども、えー、打率、打点、四死球、出塁率、OPS、得点圏打率っていうところが、えー、対パ・リーグ相手の中でソフトバンク、ダントツと1位で打ってるんですよね。 そういったところでは、西武の戦い方とすれば、山川の前にどれだけランナーを出すかっていうところでね、勝負になってくる、山川を歩かせれない状況に持っていけるかどうかっていうところのね、ポイントになるけども、逆にソフトバンクはね、もうなんかあったらもう山川は敬遠。これでもいいぐらいの今年1年の対戦成績が残ってるんで、ちょっと怖さがあるね、ソフトバンクはすれば。で、その中で、じゃあ1、2番誰を組むんやっていう時に対して、今年ね、やっぱ1、2番がね、はまらないっていうところで考えると、やっぱ、まあ絶対入ってくるのがね、現田だね。でも現田がで 対、ね、ソフトバンクに、えー、2割5厘と、えー、パ・リーグ相手ワースト記録です出塁率2割8分3厘もワーストじゃあそこサ崎どうだってなった時にねサ崎対ソフトバンク1割3分8厘出塁率1.91とこちらもワーストなかなか厳しい じゃあ3番森からって言った時に森はね対ソフトバンク3割1ブレーディンこれはパリーグの中でトップで出塁率 3.94OPS857 っていうところでこちらもパリーグの中でトップだからやっぱりね山川派の前は森これがもうベスト対ソフトバンクに対してもこの2人はね強力に今年のソフトバンクに対して打ってるっていうところを考えればかなりいい並びのねできるんじゃないのか でもその後誰を置くかっていうね。このおかわりくんも1割台。で、オグレディも打ってない。アイトも打ってないっていうところを考えると、山川愛子の567がね、どれだけ頑張れるかっていうところがね、ポイントなんだよ。そこが本当にまずかったらもう敬遠して撃わられるっていうパターンが増えてくるから。でもそのね、アイト、オグレディ、えー、そしてウネンティもそうだし、中村、竹也もそうだし、ここがね、体操とバンクに対してあんまり打ってないっていうところがね、不安だね。その中で。 じゃあもう多分2番は現代のね。じゃあ誰を1番にしたらいいのか発表します。鈴木翔平行きましょう。今年成績対ソフトバンクに対して3割打ってます。この3割っていうのは山川森に次いで匹敵するぐらい対ソフトバンクに対して打ってます。っていうことを考えると対戦成績の中で考えるとやっぱ鈴木翔平の1番が一番対成績で言うといいんじゃないのかっていうところが札崎の見解です。明日ね。 辻監督がどうするのか。辻監督ね、人員と発表されてましたけど、最後のね、クライマックスリーグの勝負、どうなるのかっていうところはね、ポイントですけども、ま、さずは鈴木翔平を1番において2、2限ン、田がつなぎ、もうなんかでもバンドでも OK。対戦成績考えるとね、森山川でどうにかして点取る。そしてキーポイントは打ってない。今年対戦成績割り5番、誰において、それがカバーしきれるかどうか、1本打てるか。こうがね、勝負。逆にソードバンクはこの一二番来た時にね、しっかり抑えていく。山川にランナーない。 ように対戦して、で、そこなんかあったら軽減。後ろのバッターは対戦成績が悪い。ここをしっかり抑えられるかどうかっていうところがね、ポイントになってくるでしょう。でね、ソードバンクの戦力見ていきましょう。ソードバンクは、千賀東山ね、石川っていうところが3人で行くというところをね、藤本監督も明言されてますけども、千賀はね、今年11勝6敗、防御率1.94。素晴らしい活躍でね、対西武に対してはね、4先発1勝2敗、クオリティスタート3回っていうところなんですけども、この千賀がですね、防御率3.16。これはですね、対パリーグにおいてワースト で3本塁打も最多13、49こちらも最多失点も、えー、11と最多っていうところで基本塁打、49、えー、そして失点で防御率っていうところが対パリーグ相手の中で対西武一番ワーストなんですよねだからここがどうなるのかっていうね所詮ポイントだねだからすねまあはが答えなくなしガンガンいくと思いますけどちょっとね今年は対西武に対して全ての相性が 悪いっていうところはね、ちょっと不安要素あるね。日曜日、東山っていうところでね、まあ今年のオフィッーの成、ね、分に対してしてますけども、えー、10勝6敗、えー、3.11という防御率の中で、今年ね、成分に対して7千発、こちらは最多千発になります。三3勝1敗、えー、クオリティスタート3回、えー、2.20防御率、こちらはね、結構対成分に対して抑えてるんでね、ここはいい傾向のもとね、進めるんじゃないのかと。三3戦目、あれば石川。 7勝10敗、3.37の防御率、今年の成績。その中で、対西部、5千発、3勝2敗、3クオリティスタートの1.32。でも、吉久が15と、ここ最多。だから、石川はもうこのね、フォアボールを少なくできて、勝負できるかっていうところがポイントだし、成績としては、あの、ソフトバンク投手陣の中で、一番対西部、トータルで言うと、抑えてるっていうところになるんで、千賀がもし倒れてもっていうところはあるけれども、2連勝でいかないと次のオリックス戦がきついっていうところもあるんでね、まあ、ここら辺の若干ね、 西部に比べると、ソフトバンクの投手陣の方が、不安要素がちょっと千画にあるっていうところはね、初戦どうなんだろうっていうところありますね。で、打線のところで見てみるとですね、えー、今宮が、えー、西部2割9分3厘。こちらはですね、えー、パリーグの中で2位の、えー、高打率。 でもね、やっぱキーポイントは柳田じゃん。それがですね、対西部打率2割5分6厘。こちらはですね、ワースト2位です。パリーグの中で。日本リーダーしか打ってない。ここワースト1位。で、打点のも7、ワースト1位。OPS708、こちらもワースト1位と、あの、西部に打ってないのよ、今年。全体的に。これがね、爆発するかどうかっていうのはポイントだし、西部投手陣はこの柳田をしっかりね、シーズン通り抑えれるかどうか、ここポイントになるね。 じゃ、あ中村明はどんなや最後ね、スリーラン、スリーランで、ロッテ打線打ったぞっていうところでね、対西部の大津、2割3分6人とこちらも低い。で、柳町、こちら、こうね、今年対等主義だってなった時に、対西部、2割3分5人、こちらワースト1。しかし、フォアボールがね、13。出塁率3.91っていうところはね、非常に高い成績を残してるんで、まあ、柳町ね、打ってくれればいいけども、こういったフォアボールを重ねてどこまで出塁できるかっていうところは、柳町はポイントだね。えー、最後ね、も、ま、う、あ、1年間通して、マルチポジションが巻原ね、 3割4分8厘出入り率4割1分6ンとこちらをダントツセーブに対して相性がいいシュートも3割と相性がいいでグラシアル2割6分6ン、デスバイ2割5分クリン、ンミモリに至ってはワースト2位の2割2分5ンと打ててないというところでね、まあ、ちょっと打線が全体的に 対西部に対ししてて今年いいいい成績ををこしないかなかっていうところをね、まあ、考えれば、思い切ってね、牧原周東の1、2番で、なんとか柳田、グラシアル、デスパイネ繋いで、まあ、今宮には、牧原、今宮でもいいけど、全然周東9番にして、みたいなね、そういう流れでもいいけども、まあ、柳町の出塁率もあるからね、だからそこら辺を柳町7番ぐらいにして、出塁率上げてバンドで送って、で、今宮、牧原で返すみたいなね、形の流れでもいいかなっていうところはあるけども、 対戦成績の中で考えると若干西武の方が相性がいいと。 えー、パティーグ、ここまでね、29回のクライマックスシリーズあった中で、1位が日本シリーズに行く確率は80%、2位が行く確率13%、えー、3位が行く確率1回、2010でロッテですね、7%ってなってるんで、でも比較的、ファーストステージは3位が上がる確率がね、高いっていうところで、どうなるのか、ね。まあ、ソートバンクは初戦の戦が次第だね。戦が高橋コーナー。こちらどちらが勝った方が、ファイナルに進出するんじゃないのかっていう佐々木の読みです。だ、1は山川。 そしてパ・リーグは柳田ねソフトバンク打ち切れるか勝負だと思います。